バレエラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、久しぶりにオルガンをお聞かせしたいと思います。お待ちください。はい、始まりました。今日お届けするジャケットこちらになります。ジャケットは何かこの安っぽいですけども、ちょっと冴えない、ね、感じはしますけども、中はすごくいいです。それでこれ新しい、比較的新しいですよ。もう CD と CD が出始めるちょうど境目ぐらいですかね。もう出てるんですけども、 CD が定着し始めた頃のこの LP とCD も出てますけども、そういうレコードになります。それで肝心の主人公は、今日はラリー・ゴールディングっていう人です。それでこれはトリオになります。ラリー・ゴールディングのオルガン、それからビリー・スチュアートという人のギター、それからもう一人ピーター、あ、ごめんなさい、ピーター・バーンスタインでした。ピーター・バーンスタインがギターで、ドラムスがビル・スチュアートというこの3人です。ベースはいません。まあオルガンはいろんな音を出せるので、まあベースは必要ないですね。そういうことです。はい、それで今お届けしているのが、これ有名な、もう1920年代、30年代ですかね、映画のいわゆるミュージカルのフレッド・アステア、フレッド・アステアの映画で有名になった曲なんですね。ですね、プティング・オン・ザ・リッツ、プティング・オン・ザ・リッツです。リッツというのは、あのリッツ・カールトンという有名なホテルがありますよね。いわゆるリッツ・カールトンホテルに行ってプットオンですので、着飾ってということで、そういった上流社会のような、そういうパーティーのような、そこでそういった感じでフレッド・アステアがタップを踏んで踊るシーンがあるんですけども、それでこの曲は今でもよく、なんて言いますか、いろんなミュージシャンが、新しい人もやってますし、それから何年か前にですね、どうでしょう、もう20年ぐらい前ですかね、あの歌ってリバイバルしたミュージシャンもいたりとかですね、非常に私大好きな曲です。はい、それでこのラリー・ゴールディングっていう人は、もちろん鍵盤楽器の奏者ですので、ピアノも弾きます。それですね、これは今ピーター・バーンスタインという人のギター人です。でこの3人今でもやってます。今年の5月もですね、新譜を出しました。この3人で日本に来て、去年もライブをやってます。ですので今このトリオは当然知っておくった方が、まあジャズ好きな人はいいかなと思います。やってる曲もですね、ビートルズの曲をやったりとかですね、このように他にもスタンダードをやったり、すごくまだどうでしょう、まあ有名になってない方ですけども、あの非常に才能のある人だなと思います。で今ここに左に見せているこの CD ですね、これあのクリスミン・ドーキーというデンマークのベーシストなんです。現代のベーシストなんですけども、これ映画の曲を集めた彼の CD なんですけども、ここにもラリー・ゴールディングがですね、ここではピアノを弾いてます。あの坂本龍一が作った戦場のクリスマスをここでピアノを弾いてます。これはあの小曽根誠とかですね、上位でカルテラッツとかですね、もう現在のジャズミュージシャンがいっぱい入ってる CD なんですけど、ここにもラ
ザリーゴールドを解体します。はい、ということで今日は注目していただきたい、まあ、現代のジャズ面といいますか、ラリー・ゴールディング・ストリオの LP を紹介しました。じゃあ、いいよ。